金沢駅。金沢駅は、石川県金沢市にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本 IR 石川鉄道の駅。県六園口川の地下に存在する、北陸鉄道浅野川線の北鉄金沢駅や、かつて存在した北陸鉄道金沢市内線の、金沢駅前停留場について合わせて記載する。当駅は、石川県の県庁所在地である、 金沢市の中心部に所在する同市の代表駅、中心駅である。JR 金沢駅には、JR 西日本の北陸新幹線と在来線の、北陸本線、IR 石川鉄道の IR 石川鉄道線が乗り入れている。また、七尾線の列車も津端駅から IR 石川鉄道線経由で乗り入れている。IR 石川鉄道線は、北陸新幹線が2015年、 平成27年3月14日に延伸開業した際に JR 西日本から経営分離された北陸本線の並行在来線区間である。北陸本線は大阪、京都方面からの特急、サンダーバード、名古屋、前原方面からの特急、白鷺など全列車が停車し、サンダーバード1往復、七尾線、枕温泉駅発着を除く全列車が 初、終着となる。このうち北陸新幹線延伸開業前は、多くの列車が当駅から富山方面に運転されていた。JR 金沢駅の事務官高度は54万1449を使用している。北鉄金沢駅は、金沢駅の兼六園口、東口駅前広場の地下にある、浅野川線の前身である浅野川電気鉄道により、 金沢駅前駅として開業し、北陸鉄道への合併と地下化を経て、現在に至る。かつては、金沢市内線金沢駅前停留場、金石線、中橋駅と周辺に、北陸鉄道の駅、停留所が別々に存在しており、当時の国鉄金沢駅を含め、相互に徒歩連絡を行っていた。2001年、平成13年、JR 金沢駅。 北鉄金沢駅ともに第3回中部の駅100線に選定された。2011年平成23年にはアメリカウェブ版の世界で最も美しい駅の一つに選定された。在来線が島式ホーム3面7線、新幹線が島式ホーム2面4線を有する高架駅である。在来線ホームと新幹線ホームは同一平面上。 同一高さにあり、1階に在来線、新幹線のそれぞれの改札口が、12階に在来線と新幹線の乗り換え改札口と在来線から金沢100番街、安都に直結する安都改札口が設けられている。当初は新幹線の開業後も、鶴ヶ延伸までは在来線駅とも JR 西日本が保有し運営することになっていたが、 2012年から翌年に行われた JR 西日本社長と石川県知事の会談により、IR 石川鉄道が土地を除く在来線駅の施設を取得することになり、補助金により同社が所有権を取得。ただし、管理、運営は引き続き JR 西日本が行う。当駅は管理駅長が配置された直営駅で管理駅として、 北陸本線の加賀笠間駅西金沢駅間の各駅を管轄している。緑の窓口、緑の券売機、在来線改札、新幹線改札にそれぞれ生産所が設置されている。また、IR のグッズ販売や定期券発行を行っている IR お客様カウンターが設置されているが、戦術の経緯から当カウンターも JR、 JR 西日本金沢メンテックに再委託に業務委託されている。駅舎は JR 西日本系ホテルのビアイン、金沢や金沢100番街と一体化している。駅周辺も参照。鳩の分害対策として高城に依頼したかで鳩を威嚇するパトロールが定期的に行われている。両者の共同使用駅であり、JR 西日本が駅を管轄する。 七尾線の列車が使用する4番乗り場は3.5番。乗り場のあるホームの戸山方の端を切り替えたホームである。そのため階段から遠い位置にある。切り書きホームとなっている3.4番乗り場のホームを除いて、ホーム有校長は13両分となっている。ホーム全体が、節外対策のために屋根で覆われているが、4番乗り場のみ覆われていない。これは高架化当時に非電化だった。 7尾線の機動車のハイガス対策の名残で、この4番乗り場にはその機動車列車である花嫁の連に対応する形での装飾も施されいる。1990年、平成2年から金沢の伝統工芸の一つであることの音色の発車メロディが使用されている。この曲は城下町の雰囲気を醸し出させるとともに発車ベルらしく。 リズミカルで鉄道のイメージに沿った曲調をコンセプトに、当地在住で、総曲家の王や地下七鶴が作曲した。当初は3曲が使用されていたが、現在は、単調と町長の2曲が使用されており、2.46番乗り場は、単調、1.35.7番乗り場は、町長になっている。当駅は、福井と富山温泉側の優等列車双方が発着し、 特急列車の乗り入れも非常に多かったが、北陸新幹線の開業に伴い、富山方面への特急列車や寝台特急の発車はなくなった。なお、詳細な発着番線は JR お出かけ、ネット、金沢駅構内図等で確認されたい。新幹線ホームは通過線を持たない島式ホーム2面4線であり、2023年春。 予定の鶴ヶ駅までの延伸開業が行われるまでの間は当面の終着駅となる。ただし、線路は鶴ヶ方にある白山総合車両所まですでに伸びており、同車両所との間の改造列車も運行されている。新幹線ホームの発車メロディは、金沢市出身の音楽プロデューサー、中田康隆が制作し、金沢の山から海にかけての起伏ある自然条件。 伝統と創造が調和する街、北陸新幹線のスピーカーと快適性を表現したオリジナル曲が採用されている。東端式ホーム一面二線を有する地下駅である。浅野川線において、一線ではないのは東駅と三、津駅のみとなっている。通常は一番線のみ使用しており、二番線には一、編成が留置されている。ラッシュ時は1.2番線とも使用する。 列車別改札。発車時はブザーが鳴る。近年の推移は、下表の通り。主な駅弁は、下記の通り。金沢駅周辺は、市内中心部側の東口と、石川県庁の移転後から活気が出てきた西口に分かれている。西口は、商業施設の集積が進んでいる。西口付近一帯は、通称、駅西地区あるいは、これを略して、 駅西と呼ばれている。北陸新幹線開業日の2015年、平成27年3月14日に、出入り口名称の変更を行い、東口は、兼六園口、西口は、金沢港口とされた。2005年、平成17年3月20日に、北陸新幹線の金沢延伸を見越した、駅周辺整備事業の進捗によって、 東口正面には巨大な総ガラス製ドーム、もてなしドームと木製の鼓門が完成した。その北側にバスターミナル、南側にタクシー乗り場が分離整備されている。県道園口側には映画館を併設する大型商業施設のほか、宿泊施設と商業ビルが軒を連ねる。銀行や郵便局などの公共機関や、 各方面に向かうバス乗り場もこちら側に集積している。駅裏となる金沢高校には JR の本社の他宿泊施設や金融機関、新聞社などが軒を連ねている。西日本旅客鉄道の新幹線、在来線特急、並びに IR 石川鉄道線の愛の風ライナーの隣の停車駅は各列車記事を参照されたい。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。